はい、こんにちは、マジです。今回は前回お伝えをしていた鶴橋で購入したものを紹介します。ちさちゃんがずっとこのショッパーを持たないと鶴橋から出れませんっていうことをね、ずっと言ってたんですけど、いつも使ってるものの調達をしてきましたので、ゆるっと紹介していけたらなと思います。サミコスメティックさんにお邪魔をしてお買い物をしてきました。何の提供動画でも何にもありません。紹介していきたいと思います。まずね、じゃじゃん、これ愛用ミストみたいな感じの動画でも紹介をさせていただいた CNP のミストです。1200円ぐらいで買いました。確かね、新大久保で2本でいくらみたいな感じでも売られてたと思うんですけど、これは気に入っていて、なんせズボラなので手軽にやりたい、なんでミストをねこうプーってかけて終わりみたいな時期もあったんですね。あと2本使い切って今3本目、これが3本目です。これ買ってる人ね、鶴橋でもすごく多かったです。で、2つ目、じゃじゃん、お土産の王道ミジャンセン様でございます。ミジャンセンパーフェクトセラムオリジナルって書いてるんですけど、でこれ本当にいいんですよ。ずっと使ってるんですけど、ほぼほぼ毎日ちゃんと使ってるんですけど、出てきました。こんな感じです。ちょっと見にくいけど、こんなちょっと蜂蜜っぽいトロトロさで、ちょっとウェッティな感じにもなりつつ、ヘアトリートメントとしても使えるので、無印のホホバオイルとかプロダクトとか、あと N ドットとかとも併用しながら私は使っております。ケアっていうところですごいね、威力を発揮してくれます。結構ね、髪の毛がパサパサしやすいというか乾燥しやすいんですね。で、今までエンドットとかプロダクトとか結構使ってたんですけど、この1ヶ月そのなくなってしまって、プロダクトとかエンドットがね、これ1本でスタイリングしてたんですよ。美容室に行った時に、先月よりもすごく髪綺麗になりましたよねって言ってもらったんですよ。で、これしか使ってないから、心当たりこれしかないんですよね。シャンプーも変えてないし、手軽に始めれるヘアケアとしてはこれ最高だと思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。これ鶴橋とか新大久保でも買えますので、1個1200円ぐらいかな。このセラムもいいんですけど、トリートメントもすごくいい、すごくサラサラになるので、ぜひお土産でよく見るからといってバカにしないで、本当に実力派のセラムになりますので、ぜひ皆さん使ってみてください。続いて Vlog でもあったんですけど、靴下をですね大量に購入しました。売りがですね、靴下なんですよね。私毎回カンナムの地下街で靴下買って帰るんですけど、強いというか安いし質が良いんです。で、まず一つ、じゃらん、黒、ベージュね、ベージュ、赤、次これはブルーニングアップって書いてます。はい、これどっちかは多分妹にあげると思います。7つで1000円なんですけど、それ結構難しいんですよ、7つで1000円。次 TMI、これ秋っぽいでしょ。 F は何の F か分かりません。お気に入りラインナップ7個、私が購入したのはこの7つです。お得なね、靴下セールやられてるので、ぜひ鶴橋行った際は行ってみてください。では今回は私の鶴橋での購入品、在庫の補充と、あと新しい靴下を買いましたよっていう報告動画でございました。皆さんご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。ではアンニャー。